中国政府は日本から首都北京に渡航した人に対し14日間の経過観察を義務付けると会見で明らかにしました。疫情严重的地方包括日本、韩国、意大利、伊朗等国家吗？对，现在主要是就是这些国家呢，现在的疫情有加剧的情况。新型コロナウイルスの感染が深刻な地域から北京市に入る渡航者が14日間自宅などでの隔離を義務付けられています。中国外務省は昨日の会見で、この深刻な地域に日本や韓国、イタリアなどが含まれると明らかにしました。中国政府の対応の遅れもあり、世界中に感染が拡大した新型コロナウイルスですが、中国は海外から感染が逆流することに神経を尖らせています。